星の王子様アントワン・デ・サンテグ・ジュペリ作鈴木静香役「僕はずっと一りぼっちだった」「心から分かり合って話をできる人がいなかったから」「サハラ砂漠での事故に遭うまでは」「それは今から6年前のことだった」「飛行機のエンジンの何かが壊れたのだ」 整備士も乗客もいなかったので一人で難しい修理をすることになった生きるか死ぬかの問題だった飲み水は一週間持つだろうか最初の夜人里から何百キロも離れた砂の上で眠りについたとても心細かった船が難破して いかだの上で大海原の真っただ中を漂っている人でもこれほど孤独ではなかっただろうだから夜明けに不思議な声で起こされた時僕がどんなに驚いたかお分かりだろうお願い羊の絵を描いてえ羊の絵を描いて 僕は雷に打たれたように飛び起きた。目をこすってよーく見てみた。すると今まで見たこともない雰囲気の小さな男の子が思い詰めた様子で僕をじっと見つめていた。道に迷っている様子もなく、おなかがすいている様子も、疲れている様子も、喉が渇いている様子も、怖がっている様子もない。 人里から何百キロも離れた砂漠の真ん中で迷子になった子どもとはどう見ても思えない。一体ここで何してるのお願い羊の絵を描いて。信じられないことに出会うと断れなくなるらしい。馬鹿げていると思いながらポケットから一枚の紙と万年筆を出して絵を描いた。 ダメこれは病気にかかっているよ他のを描いて僕は書き直したこんなんじゃないよこれはおひつじだよほら角があるでしょ僕はまた描いたこれはもうよぼよぼだよ僕長生きするひつじが欲しいんだ 早くエンジンを解体しなきゃいけないというのにそれで急いで箱をかいて三つの空気穴をくわえて渡したこれは箱だ君の羊は中にいるよこれだよこんなのが欲しかったんだねえこの羊、草をたくさん食べると思う どうしてだって僕のとこすごく小さいんだきっと大丈夫だよとっても小さい羊をあげたからねそんなに小さくないよあれ羊、寝ちゃったこうして僕は小さな王子様と出会ったのだ 王子様がどこから来たのかが分かるには時間がかかった僕に質問をたくさんする王子様は僕の質問には全く耳を貸さないたまたま口をついて出た言葉から少しずつ分かってきたのだ例えば僕の飛行機を初めて見た時「そこに置いてあるものは何?」「これはただのものじゃない」 空を飛ぶんだ。飛行機だ。僕の飛行機だよ。へえー、空から落ちてきたのそう。<laughs> そりゃ面白いや。じゃあ、お兄さんも空から来たのどの星からそれじゃ、君はどこか他の星から来たってことそうだよね。これじゃあ、そんなに遠くから。 来られやしないねでも君はどこから来たのねえ坊や僕のとこってどこ僕の羊をどこへ連れて行くつもりよかった箱をくれたんで夜には羊の小屋になるからそうだね大事にするなら昼間っ 繋いでおく綱をあげるよ。それとそれをくくりつける長い棒もつなぐってなんでそんな変なこと考えるのでもつないでおかないとどこかに行っちゃっていなくなっちゃうだろう <laughs> でもどこへ行くっていうのどこへでもまっすぐ前にとか大丈夫。 とっても小さいんだから僕のとこまっすぐ行ってもそんなに遠くには行きやしないんだこうして大事なことがもう一つ分かった王子様の星はやっと一軒の家くらいの大きさしかないということがああ、小さな王子様、その メランコリックな暮らしぶりが少しずつわかってきた。長い間、心が晴れるのは静かな夕日を見るときだけだったんだね。夕日が大好きなんだ。お日様が沈むのを見に行こう。でも待たなきゃ。待つって何を日が沈むの。<laughs> 僕、また自分のとこにいると思っちゃった。 確かにアメリカで正午の時太陽はみんなも知っての通りフランスで沈んでいくアメリカから1分でフランスまで行くことができれば夕日を見ることができるでもあいにくフランスはあまりにも離れているだけど王子様の星では座っている椅子ごと二三歩動くだけでいいのだ見たい時にいつでも夕日を眺めることができるのだ 僕ね、ある日43回も日が沈むのを見たんだ。ねえとっても悲しい時には夕日を見たくなるよね。じゃあ43回見た日はそんなに悲しかったのかい ?5 日目僕は固く締まりすぎているボルトを緩めようと必死だった。 飛行機の故障はかなり深刻に思えてきて気が気ではなかったそれに飲み水もなくなりかけて最悪の事態を心配していた羊は草を食べるのそうだ花も食べる羊は目の前にあるものを何でも食べるさトゲがある花でも とげのある花もだ。じゃあ。とげは。何の役に立つの。ねえ。とげは。何の役に立つの。とげは何の役にも立つしない。たぶん。意地悪な花にはついているのだろう。あ,あ。あそんなこと信じない。花は。かよばいんだ。 無邪気なんだ。何とかして安心したいんだトゲがあるから大丈夫だと思っているんだそれなのにトゲは役に立たないっていうの花はいいや何にも思っちゃいないいい加減に答えただけだ僕は大事なことをしているんだ大事なことだってそうだ大人みたいなこと言うんだね 何でもごちゃ混ぜにしているよ。一緒くたにしているんだ。僕は真っ赤な顔のおじさんのいる星を知っている。その人は花の香りを嗅いだこともない。星を眺めたこともない。人を好きになったこともない。足し算のほかは何もしたことがない。そして一日中繰り返しているんだ。大事なことで忙しい。大事なことで忙しいって。そして ほんぞり帰っていたんだ。でもそれは人じゃないんだキノコなんだえな何だってキノコだ何百万年も前から花はトゲを持っているそれでも羊は何百万年も前からトゲのある花を食べるだったらどうして花が役にも立たないトゲをわざわざ作っているのかを知ることが大事じゃないの 羊と花の戦いは大事じゃないのそれよりも真っ赤な顔のおじさんの足し算の方が大事だっていうの僕に世界でたった一つしかない花僕の星の他にはどこにもない花があってある朝小さな一匹の羊がうっかりとその花を食べてしまうかもしれなくてもそれはどうでもいいことだっていうの 何百万何百万とある星のうちのたった一つの星に咲いている花を好きになったら星空を眺めるだけで幸せになれる僕の花はあのどこかにあるって思ってねでももし羊がその花を食べてしまったらまるで星という星が全部いきなり 消えてしまったみたみいなんだ。それが大事じゃないっていうのと突然わっと泣き出した夜になっていた僕は道具を手放した何もかもどうでもよくなったハンマーやボルトも喉の渇きや死の危険さえも 一つの星一つの惑星僕のいるこの地球に慰めてあげなきゃいけない王子様がいる僕はその王子様を抱きしめ優しくあやした「君の花は何も心配しなくていいよ」「口輪をかいてあげる君の羊に」う「ん?」 君の花には何かをを守るものを描いてあげる。それからどう言えばいいのかわからなかった自分は何て気が利かないんだろうどうしたらこの子の心に届くのか心を通わせるようになるのかわからない。 まもなくその花のことがどんどんわかってきたある日どこからか飛んできた種から芽が出たのだ王子さまはそこからどんな素晴らしい花が出てくるかとワクワクしたでもその花は緑色の部屋に隠れたままでなかなかおめかしをやめなかった念入りに色を選んでゆっくりとドレスを着て 花びらを一枚一枚整えた美しさに輝いて姿を現したかったのだそうとってもおしゃれだったのだだから隠れたまま何日も何日も身支度を続けたそうしてようやくある朝ちょうどお日様が昇る頃に花は姿を現したはあ 目が覚めたばかりなのあらごめんなさいまだ髪がくしゃくしゃねあなんてきれいなんだでしょう私、お日様と一緒に生まれたんですものそろそろ朝ごはんの時間じゃないかしら私も何かいただけるかしら王子様はドギバギしながら 上に水を汲んできて花,に水をやった花はすぐに気難しい実を張って王子様を悩ませるようになった例えばある日自分の四つの棘の話をして「虎が来るかもしれない爪を立てて」「虎なんて僕の星にはいないよそれに虎は草なんか食べない私はは 草じゃありませんわ。あ、ごめん。虎なんて怖くないわ。でも風にあたるのはごめんよ。ついたてはありませんのそれから夜はガラスのカバーをかけてくださらないここはとっても寒いわ。居心地が悪いの。私が前にいたところは。花は口をつぐんだ。 花は種の形でやってきた他のところなんて知る由もないつい無邪気に嘘をついてしまったのが気まずくて花は二三度咳をして悪いのは王子様の方にしようとしたこうして王子様は本当は花を好きだったのに花を信じられなくなっていったあまり意味のない言葉をまともに受けて とてもみじめな気持ちになっていった僕は耳を傾けてはいけなかったんだ花の言うことなんか聞くもんじゃないんだ花は眺めて香りを嗅ぐものなんだあの花は僕の星をいい香りでいっぱいにしてくれた僕を明るくしてくれた なのに僕はそれを楽しむことができなかった僕は逃げ出すべきじゃなかったんだずるそうな言葉の裏にある優しさに気がつかなきゃいけなかった花は本当に天の弱なんだ僕はまだあまりに幼くて愛するってどういうことかわからなかったんだ 星から出るのに渡り鳥を利用したのだと思う王子様は花に最後の水やりをしガラスのカバーをかけようとした時泣きたくなっているのに気がついたさようならさようなら私おバカさんだったわ許してね 幸せになってね。あなたが好きなのよ。そう、好きなの。知らなかったでしょ私が悪いのね。そんなことどうでもいいわ。あなたも私と同じようにバカだったのよ。幸せになってね。カバーはかけなくていいわ。もういいの。でも、風が吹いたら ひんやりした夜風は気持ちがいいでしょ私花ですものでも虫や他の毛虫の一匹や二匹は我慢しなくちゃ蝶々と仲良くなれないわとっても綺麗なんですってねそうでなきゃ誰が訪ねてくるのあなたは遠くへ行っちゃうし 大きなな動物も怖くないわ。私にはトゲがあるからグズグズしないでイライラするわ行くって決めたんでしょさあ早く行って花は涙を見られたくなかったのだ王子さまはやるべきことを見つけたり 見聞を広めるために近くの星から訪れることにした最初の星には王様が住んでいた二番目の星にはうぬぼれ屋が三番目の星には飲んだくれ四番目の星には真っ赤な顔をした足し算ばかりしているビジネスマン 旅を続けながら王子様は大人って本当にとっても変だなぁと一人つぶやいた5番目の星はとっても変わっていた一番小さな星だった一つの街灯とその街灯を灯したり消したりする一人の転倒人がいるだけの広さしかなかった こんにちは。どうして今街灯を消したの？そういう決まりなんだ。こんにちは。決まりって何？街灯を消すことだよ。こんばんは。どうしてまたつけたの？そういう決まりなんだよ。わからないよ。わかることなんかないんだよ。決まりは決まりなんだ。 こんにちは。ひどい仕事だよ。前はまともだったのに朝消して夜につける。昼間はね休めたし夜は眠れたんだ。それでいつから決まりが変わったの決まりは変わってないんだ。それが問題なんだよ。星は年々どんどん早く回っていくのに決まりは変わらないんだ。 それでそれで今では1分に一回りするから1秒だって休んでる暇がないんだ1分ごとにともしたり消したりしているんだそれはおかしいねここでは1日が1分なのちっともおかしくないよこうして話しているうちにもう1ヶ月になるんだよ 1>, 1ヶ月 そう、30分だから30日。こんばんは。ねえ、僕好きな時に休める方法を知ってるよ。いつだって休みたいさ。この星は本当に小さいから、大股で散歩も歩けば一周できるでしょ。ゆっくり歩くだけで。 「いつでもお日様の当たっているところにいられるから休みたい時には歩けばいい」そうすれば好きなだけお昼間が続くよそれじゃ何にもならないよおいらがこの世で一番好きなのは寝ることなんだついてないねついてないよこんにちは。 ああ、のおじさんとなら友達になれると思ったのにだけどあの星は本当に小さすぎて2人分の場所はなかったもの王子様は口に出さなかったがその星を去るのを残念に思ったのはその星が24時間に1,440回もの夕日に恵まれていたからだ。